トゥデイルショーカー編集も変わってる。ワクワクバラエティーもっとファンカー。本日のコーナーはこちら、ナムナビシャレモリが新しいトゥデイルショーカー。本日はフリューさんのプリントしぶきトゥデイルのご紹介でございます。はい、トゥデイルはですね、新しいライティングによって実現したシャレモレが特徴のプリントシール機なんです。シャレモレ、シャレモレです。なんだそれ。高い位置からパッと顔に光を当てることによって、声とか涙袋の目の立体感が強調されるんですよ。はあはあはあ、さらに頭の大きさまで変えられちゃうフェイスカスタム機能や、マジ Z 世代にはたまらない歌詞動画が作れちゃう15秒動画なんて機能もあるんですよ。長いね。しかも編集してくれるんですよ。え、勝手に？いい感じの動画にしてくれるんですよ。はい、なんかいろんなことがありそうで楽しみです。早速行ってみましょう。モトファンカー。はい、2人です。あ、どうぞ。どうしよう。このシンプルだから色がめっちゃ重要ですよね。ピスタチオカラー可愛いです。これにしようかな。こんな感じ で、はい、お、おしゃれ。いいじゃん、おしゃれ。おしゃれ。今日はちょっぴり垢抜けたい。本当に課長でも垢抜けられますから。本当ですか。英語ってどういうこと。悪口言ってるけど。あ、これです。これね。これじゃあ早速行ってみましょう。行きましょう。どうぞどうぞ。ミラーチェックタイム15秒しかないよ。あー忙しい。あ、で確かに照明がこう上からで、でこう座って撮るわけ。なるほど、なるほど。ほっぺつん、ほっぺつん、1、あ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 、猫ポーズ、猫ポーズ、3、あと、あ、あ、羽ハートですよ。羽が生えてるんで合ってる。動画撮影だ。あ、これ今撮ったのとは別にね、別撮りなのね。なるほど。あ、自分らで好きなポーズで3枚撮るよ。で、それを動画で撮ってくれてるってことね。なるほど。10秒間の練習タイムスタート。曲げピース、はい、ポーズ。指カーブ、はい、曲げピース、はい、ポーズ。どうだ？どうだ？出た。出た。噂の。このね、蜂の大きさとかって意外と気になるんですよ。ねえねえ、今さ、目の角度ってあったんだけど。え？大きさじゃなくて、そう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 。お目目の角度あるね。猫目、垂れ目。猫目。あ、ちょっと上がった目尻が。垂れ目。嬉しい。ああ、なるほど。あ、涙袋も。涙袋ね。すごい、せっかくだから。でも確かにこれ、そもそも涙袋が割と、そうなんですよね、強調されている感じね。ちょっと立体感があって。最初からね、課長のお目々キラキラにしときますね。ありがとうございます。お気遣いいただいて。、はい、頭の大きさはそうだよ。頭の大きさそうよ。でれんでれ、これだ、小顔のところ。わー、すごい。で、しかもこれさ、はい、縦横を別にできるんだ。いや、ありがたいですね。大雑把に大きくなる小さくなるだけじゃなくて、うんうん、大長が気になるとか丸顔が気になるとか、ね、人によってあるから。そうだね。カスタムできていいですね。あとこのなんかメイクもフォーイエローベースとかフォーブルーベースのこのメイクのセットもあるんですよ。だから課長ももし分かんなかったら、うんうん、スイートモーブとか雰囲気グレージュとか、もう知らない言葉いっぱい出てくる。すごい。でもそれくらい細かくメイクしてくれるってことなんだよね。よさげなやつにピッてやるともうそれにしてくれるし。なるほどな。自分でさらに細かくカスタムすることもできるっていう。こう、じゃあ課長はピュアホワイトにしときます。何課長、ここに元の写真と比較できる機能があるんですけど見ててください。全然違う。やだ、ちょっと夢から覚めたくない。さっき撮った時もうこの時点で、あ、漏れてるなって思ったのに、思ったけどさらに漏れすぎて、すごい、ねえ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 みたいなね。昔のテレビのやつ見てください。はい、じゃあこんなもんで。はい、いいよ、いいよ。あ、おおおお、なるほど、選べるんだ。選べるんだね。そこだから加工したやつを。
できてないやつ。できてないやつでしたっけ。ハートできてないやつ。可愛い。好きな動画のパターンを。5種類あるわけですね。スタイリッシュな感じ。あ、編集も変わってる。それにしましょうか。じゃあ、OK。これにしときます。決定。新レイアウトね。インスタントに出てくるカメラ。これにしよう。楽しみ。できた。できたー。モトファンカー。はい、お疲れ様でした。さあ、早速ね、皆さんに撮れたのを見ていただきましょう。はい、こちら、ドン。いや、おしゃれだね。洒落漏れてるね。そう、このさ、カラーリングがいいですよ。そうなんですよね。このちょっとスモーキーな色、はいはい、ビビッドなやつじゃなくて、うん、大人にはたまらない。たまらないですね、うん、ライティングもそうなんですけど、はいはいはい、メイクでさらに漏れるっていうのがそうよくって。でも正直、はい、僕はあのメイクでもう何のこっちゃ分からなかったんだけどマスカラの色とかね。そう、今時の女子にとっては素晴らしいものっていうことですよね。そうなんです。今っぽくて垢抜けてるっていうことなんです、うん、今の子でもね、うん、メイクが全員得意なわけじゃないけど、はいはいはい、ポチッと押すと今風のトレンドメイクにしてくれるっていうの、うん、勝手に今っぽ顔になれるっていう、ね、モードがあったのが私は結構感動しました。それから動画。あと動画すごくなかったですか。すごかった。すごかったですよ。あんなおしゃれな感じにしてくれるのね。そうなんですよ。一瞬で、うん、あのおしゃれ動画が出来上がるから。そうそう。なんか今はね、その SNS 時代ですから、うん、SNS にこういうの撮ったよってあげるときに、ね、ただ画像を上げるんじゃなくて、あの動画で上げると、こうなんか思い出までね、うん、残せるのがいいなと思いました。はい。ということで、はい、皆さんもぜひ、Today でシャレモレ体験してみてください。はい。はい、ということで、本日はこの辺りでお別れでございます。また次回ワクワクバラエティもっとファンカラムナビのコーナーでお会いしましょう。それでは皆さん、またね。シャレモレ。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録もよろしくね。